どうもおはようございます。中野敦史です。それでは最初の動画を撮りたいと思います。最初は昨日のロード6の振り返りをしたいと思います。昨日もまた当選できへんかった。これで多分7回目。7回外しとんねんな。いやー、僕の買い方の今のところデメリットしか出てない。デメリットっていうのは、口数が少ないから、当選するのが、どうしても遅くなるっていう。なかなか、当選ができない。でも昨日の一等が、5口も出とんのよな。どうやって数字選んどんのやろ。正直、謎や。どうやって一等当ててんのかな。そこはちょっとわからん。昨日は難しかったけどな。いや、ほんまにすごい。まあ、とにかく、気持ちを切り替えて、次、木曜日、当選を目指したいと思います。まだなんか難しいねんけど、でもロト6は急に簡単になる場合があるから、それを信じて、継続して購入したいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。